はい、どうもルルシでございます。本日はですね、遊戯王のデュエルリンクスをやっていきたいと思います。はい、で今日はですね、新しいパックが来てるので、こちらのエイジオブディスカバリー、こちらがね来てるので、せっかくなので引いてみたいと思います。これがね、7日の14時から来てますね、新しく。で、ちょっとまだね、一回もこちらのパック引いたことないので、引いてみたいと思います。はい。で、結構ね、カード見たんですけど、なんか使えそうなね、カードが結構多いので、ではね、ちょっと初めて買うので、参ります。はい、購入します。どんどん行こう。まず1パック目。ドンガメ。これあれか？儀式？このカードが召喚、判定召喚に成功したときに、自分の手札から、ドンガメを任意の枚数特殊召喚。へぇー。どうなんだろう。オーバーウェ、ん？ウェルム。純文フィールド上にレベル7以上のアドバン召喚したモンスターが、表側表示で存在する場合、存在する場合に発動。マナカード、トラップカード。または、効果モンスター、効果モンスターの効果の発動を無効にして破壊。ちょっとどうなんだろうな。まあ、レア。白兵戦。自分が戦闘またはカードの効果によってダメージを受けた時に発動。相手にライフ700ポイントダメージを与える。自分の墓地に白兵戦が、存在する場合、さらにその枚数だけ。ライフポイント300ダメージ。まあ、どんどん行こうか。とりあえずね。これ懐かしい。これ私持ってた。デスハムスター。お？ブリザードウォリアー。このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、相手のデッキの一番上のカードを確認して、デッキの一番上または下にも、これも懐かしいな。懐かしいな。ライマシン3が。これ懐かしい。なんかいろいろあるよね。あの、火とかもあるよね、これね。3パック目。うわー、これも懐かしい。見たことあるよ。グラスファントム。今んとこ確定コナ、大波コナミ。自分フィールド上に表側表示で存在する未属性モンスターをすべて破壊。え？うん。その後破壊した枚数と同じ数まで手札から未属性モンスター特殊召喚。おお、結構、すごいかも。確定来ないね。魔力吸収隊。相手が魔法カードを発動したとき、自分フィールド上に表側表示で存在するカードをリリースすることで、その発動を無効にし破壊する。この効果は相手ターンのみで発動することができる。軍隊ピラニア。これ相手に直接ダメージを与えられるんだね。出たー出たー、これシリーズ。今の3匹クリボー出るのってそんな雰囲気だけなのかな。またドンガメ。幻影のゴラガメ。フィールド上に表表示存在するカードを対象として相手がコントロールする魔法はトラップカードの無効。王室前のガーディアン。でも星4で1650だから、しかも1600あれだね、ディフェンスもあるし、いいんじゃないか。なんか普通に使えそう。またピラニア。はい、グラスファントム。でもこれ、カードの攻撃、墓地ね、なるほどね。積まなきゃいけないんだね。白兵戦、さっきと同じだね。あんまり来ないな。今回あんまり確定来ない。軍隊ピラニア、めっちゃ。これもさっきだね。ナチュルガーディアン。相手モンスターの召喚、相手がモンスターの召喚に先行したときに、このカードの攻撃力はエンドフェーズまで300ポイントアップ。いいんじゃない、いいんじゃない、星4だし。いいんじゃないの。ひょこって、クリボ可愛いんだけどね。可愛いんだけどね。これも懐かしい。さっきと一緒。ナチュラルガー、これ入れてもよくない、何枚か。サイレントアビス、かっこいい。ヘビだ。このカードが戦闘によって破壊される墓地を送られたとき、フィールド上に表側表示で存在する水属性モンスター以外の
モンスター、全て破壊しちゃうの？あー、いやー、で相手が水属性のデッキじゃなかったらってこと。でもそう、召喚するのに、この子召喚するのに結構大変だよね。ローバーウェルム、道塩のマーマン、懐かしい、これも見たことあんな。あ、でも星4でアタックポイントこれだけあれば全然いいです。使います。確定が来ないんだけど。どうしちゃった。あ、サイトアビス出た。頼もしき守護者、これはディフェンスを上げんのかな。うん、守備力だ。え、終わっちゃった。ちょっとなんか、嘘。なんか全然じゃん。全然じゃない、ちょっと。せっかくだからもう10パック引こうかな。これで使えるかなって思ったのが、ナチュルガーディアンと、普通にね、星読んで、王室前のガーディアンでしょ？道潮のマーマン。マーマンも入れてもいいか。あとどれだろう。あとちょっとよく見ないとな。よし、もう一回引こう、せっかくだからね。もう10パック引きます。20パック目、参ります。いや、来てよ、ウルトラ。お？氷結界の番人ブリズド。これ特殊な感じ？このカードが戦闘によって破壊され、墓地を送られた時、デッキからカードを1枚。ドローできるのはいいぞ。オーバーウェルム。出たー。出た、これ系。懐かしいな、本当に。どんどん行こう。サルタービス、スターボーイ。おー、白の大将、懐かしい。これも懐かしい。これあれだよね。この、詰めばいいんだよね、これ。何枚か。さらにその枚数分で、そうだね。お、やっとカットイヤー行った。やっと。義水鏡の半護術。自分フィールド上の水属性モンスター1体選択してデッキに戻し、自分の墓地に存在する水属性モンスター2体を選択し、手札に加える。あ、なるほどね。フィールドにいるモンスター1体デッキに戻して墓地にいるモンスターを2体戻せるってことだね。オーバーウェルムめっちゃ出るな。あ、ヒューがめっちゃ出るな。もうちょっとカットイン入ってもいい。ダブリやばい、半端なくないな。ちょっとやめてほしいんだけど、そろそろ。もういいよ、君。もういいよ。やれた、これもね。これも懐かしいね。お、ウェポンサモナー。リバースカード名にガーディアンの文字が入っているカードを自分のデッキから1枚、手札に加える。ほー。ああ、いいんじゃないの？これは、アタック、ガーディアン。結構いるよね。ガーディアンってついてるの、なんかいるイメージがあるんだけど。いるよね。いないかな。ほら、ピクシーガーディアン。グラスファントム。わー、サンガー、ライマシンさんが来た。おー、光っとるよ。これ違うの？そういう感じじゃないの？ドンガメ。あ、これです。なんか気持ち悪いんだけど、貫通粒を、ん？貫通粒を。ごめん、読めてない。待ってね。貫通粒だ。うん。これは何の？一旦に一度自分のメインフェーズ時にこのカード以外の自分フィールド上の魚族、魚族と海竜族、水属性モンスター一体リリースして発動。このカードの攻撃力は600ポイントアップ。おー。またこのカードが守備表示のモンスターを攻撃したときに、その守備力を攻撃力が超えていれば、その通知だけ相手にライフポイントを戦闘ダメージ。おー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 、使える。あ、まあ、星4だから、あ、いいんじゃない。ごめん、なんかディスったけど、そうでもなかった。普通にいいかもしれない。サイトアビスめっちゃ出るね。逆ギレパンダ、これがなんだ。このカードの攻撃力は相手フィールド上に存在するモンスター1体につき、500アップするの？すごいね。このカードが守備表示モンスターを攻撃した時に、その守備力を攻撃力が超えていれば、その通知だけ相手ライフにダメージ。ってことは、相手のね、
フィールド上にモンスターがまあ3体とするじゃん。3515でしょ。え、2000超え、え、すごいすごいすごい、逆切れだね、まさに。逆切れパンダ意外と使えそう。ごめんね、私ゼールのバトルに関して全然素人だから、私が思うところでこう評価しちゃってるから、全然皆さん教えてください、このカード使えるよとか教えてね。水神の護符、このカードがフィールド上に存在する限り自分のフィールド上の水属性モンスターは相手のカード効果は破壊されない。発動後3回目の相手のエンドフェーズ時にこのカード墓地。おお、これがあるとき自分のフィールド上の水属性モンスターは相手のカードの効果では破壊。ああ、いいんじゃないの、いいんじゃないの。モナミコナミ、お前もういいよ。お前ももう、まあ、道潮のママは、まあいいかな、入れといても。はい。スーパーレアさん。SIR、貫通壺だけだ。でもまあでも、この子はいいと思う、意外と。これも良くなかった？あ、ガーディアン。おしょ、これ、あと逆切りパンダいい気がするんだよね。良くないかな？いいよね。なんかいい気がするんだけど。あとはニュー。これもドローできるもんね。それはありがたい。ドローできるのはありがたい。ドローできる系は絶対に入れといて損ないよね。あと白衣の天使？ニューなやつは。水神の護符。はい、てな感じで今日はね、こちら新しいパックのエイジオブディスカバリー引いてたんですけども、ちょっとダブリが多かったかな。ダブリが多かったんだけども、まあまだ、様子を見ながら弾いていきたいと思います。せっかくだから UR のこれとかも欲しいし、貫通壺。あ、違う。これ。そう、せっかくだからこのダイダロスってのも欲しいしね、せっかくだから。自分フィールド上に存在する海を墓地に送ることで、このカード以外のフィールド上のカードを全て破壊。どうせだからこれも欲しい。で、今回ね、ちょっと引いた中出たカードで、まあ、このカード使えるよとかあったらぜひ教えてください。全然バトル本当に初心者なので、よろしくお願いします。デッキもね、もっとちゃんと作りたいので、このカード使えるとかあったらぜひ教えてください。はい、ではね、本日も最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。またね、バイバイ。最後まで動画をご視聴いただき誠にありがとうございます。私の Twitter、LINE の公式アカウント、LINE ライブのお友達登録もぜひよろしくお願いいたします。動画の概要欄に URL がございますのでぜひご覧ください。YouTube のチャンネル登録もお待ちしております。では次の動画でお会いしましょう。またねー。